太平洋に臨み、約30メートルの断崖が続く福島県の東海岸。この広い台地に建設された東京電力福島第一原子力発電所。中央に見えるのが1号機から4号機、そして左の上に見えるのが5、6号機で、合計470万キロワットになります。この原子力発電所は、約2年にわたる綿密な調査を行い、昭和41年12月、工事を始めました。原子力発電所で最も大切なことは、原子力エネルギーをいかに安全に使うかであり、このため他では考えられないほど安全に対して細かな注意が払われています。この発電所には沸騰水型と呼ばれる原子炉が使われています。その仕組みについて見てみましょう。原子炉の中には水、燃料のウランとそのエネルギーの出し方を調整する制御棒が入れてあります。その入れ物を原子炉圧力容器といい、圧力容器はさらに格納容器に包まれ、その外側は厚いコンクリートの壁で幾重にも囲まれています。制御棒を引き抜くと、ウランによる核分裂の連鎖反応が起こり、これに伴って発生する熱で、原子炉内の水は蒸気となってタービンに送り込まれます。つまり、原子力発電の仕組みは、火力発電のボイラーを原子炉に置き換えたものと言えます。原子炉圧力容器と格納容器は、それぞれ肉の厚い鋼板でできています。圧力容器の厚さは16センチ、格納容器の厚さは3センチ。そして格納容器の外側は、2メートルもある遮蔽コンクリートの壁になっています。ではこれから福島第一原子力発電所1号機の建設工事の様子を見てみましょう。昭和42年9月、圧力容器を入れる厚い鋼板でできた格納容器の組み立てが始まりました。フラスコ型の格納容器は巨大なブロックに分けられて注意深く吊り込まれ、溶接されていきます。球形の直径17.7メートル、上部円筒の直径9.6メートル、格納容器の下では原子炉を守る特殊な安全装置、ドーナッツ型のサプレッションチェンバーが組み立てられていきます。高さ32メートルの格納容器の完成。格納容器が組み上がると、設計圧力に耐えるかどうかなどの厳しい試験が行われ、その安全性が確認されました。原子炉建屋はしっかりした地盤に直接建てられており、一般のビルディングの3倍以上の強い構造なので、
激しい地震にも十分耐えられるように作られます。格納容器を取り囲む厚いコンクリートの壁は容器の膨張を考えて5センチの隙間を設けて作られます。縦横に組まれたおびただしい太い鉄筋、その間に大量のコンクリートが打ち込まれていきます。2メートルもある厚いコンクリートの壁が格納容器を包み込んでいきます。一方、横浜の工場では圧力容器の製作が進められました。厚さ16センチの鋼板を加工しやすいように熱し、大型の水圧プレスで丸みを持たせます。そして直径およそ5メートルの円筒をいくつかに分けて作り、溶接して高さ19メートルの圧力容器に組み立てます。圧力容器の内側は腐食を防ぐためステンレス鋼で内張りします。原子力発電の心臓部ともいえる圧力容器は製作の途中で各種の厳重な検査を受けます。その一つ、超音波による内部の傷を調べる検査。最後の水圧試験。製作に2年間を費やした圧力容器は完成を見ました。太平洋に面して建設される港湾工事。この港は太平洋の荒波を防ぎ、発電所の冷却水を取り入れるためと、燃料や資材の荷上げ用として活躍します。1個8トンから25トンもあるテトラポッドが現地のブロックヤードで約1万個も作られました。テトラポッドは防波堤の周りに慎重に組み上げられていきます。困難を極めた作業は荒波と戦いながら進められました。およそ4年にわたった防波堤工事はようやく完成しました。建設が進むにつれて、地元大熊町、双葉町の人々をはじめ、遠くの町の人たちの顔も建設現場に見られるようになってきました。冷却水の取水路工事、排水路工事、発電所の工事も最盛期を迎えました。待ち望んだ船、横浜の工場で製作していた圧力容器の到着です。440トンもある圧力容器の荷上げです。
慎重な転引き作業。人々がじっと見守る中で、静かに吊り上げられていく発電所の心臓部。緊張のうちに、圧力容器は徐々に格納容器の中に据え付けられていきます。原子炉の中にはウラン燃料が長時間正確に核分裂の連鎖反応を続けるように、いろいろな機構が備えられています。原子炉内の水を効率よく循環させるジェットポンプの取り付け、制御棒や燃料集合体はこの格子の中に入れられます。十字型をした制御棒は燃料集合体の隙間を上下し、核分裂を抑えたり進めたりする調整役を果たしています。中央操作室、ここには核分裂、温度、圧力など全てを調整できる各種の装置が配置され、発電所を完全にコントロールしています。もし異常な状態になると警報を発したり原子炉を停止するなどの措置が取れるようになっています。運転の前にはいろいろな試験が行われますが、中でも重要なのは制御棒の試験です。制御棒の動作を一本一本細かく調べていきます。制御棒の動作は水圧ポンプによって行われます。制御棒97本全部を一斉に動かすスクラムテストも行いました。